ピン来てる？ピンピン。ブラッシュピン。こんばんは。池田真子です。今日はビスカの日。とタメっ子動物の日です。わーい。ということで、始まりました。池田真子がお送りするブラッシュ TV です。イエイ、はいはい、実は第1期の時にも出演させていただいてたんですけど、今月7月からも池田真子が第3水曜日、お送りさせていただくことになりました。はい、今回から3ヶ月間は毎月第3水曜の9時半から10時までの30分間になります。皆さんこれからよろしくお願いします。わはい、はい、ということで今日の内容は幕開けのプロジェクトがどうなっているかっていう話と、あとお菓子を紹介するガマの餌っていうのをします。はい、食べ物の話今日はいっぱいしたいと思います。僕食べるの好きなんで。ということで、まず自己紹介からいきます。池田真子です。アーティストです。関西を中心に活動しています。お菓子が大好きで、さっきも言いましたが我慢の餌っていうお菓子を紹介する動画を毎週 YouTube にアップしているので、ぜひ見てください。いっぱい、もうあれですよ、20個以上アップしてるのでぜひ見てください。ということで今日も最後までよろしくお願いします。それではいきなりですが、幕開けについてお話しさせていただくので、ウェルカムマンさんに来ていただきたいと思います。それではウェルカムマンさんお願いします。はい、やってまいりました、ウェルカムマンです。よろしくお願いしまーす。さあ、ブラッシュ TV アットまこちゃんの、番組に僕が出るということは、現在頑張ってる幕開け、無事、成功しました。はい、もうめっちゃ嬉しいです。なあ、頑張りましたね。はい、皆さん本当にありがとうございます。なんかこう、要はミュージックビデオ、はい、お菓子が大好きなまこちゃんが作るミュージックビデオがどんなになるかっていうのはね、はい、もちろんファンの人もすごい楽しみにしてると思うんですけど、はい、なんかいろいろ聞いていっていいんですか。はい、いいんですか。いいですよ。なんだそのテンション。いいですか。いいですよ。いいですか。はい、さあ、まずそのお菓子とミュージックビデオっていうこの連携がもう全然想像はできないんですけど、はい、今まこちゃんの頭の中はどうなってるのかな、このイメージ的には。イメージは、もうお菓子いっぱいです。お菓子がいっぱいか、はい、お菓子がいっぱいか、はい、全然わかんない。おっちゃん全然わかんないわ。曲名がビスケットって言うんですよ。はい、もうその時点でお菓子なんですよ。あ、曲名がビスケット。はい、これ今初公開じゃないですか。幕開けに書いてます。あ、そうですか、すみません。あ、そうですか。そう、今日だから2つともビスケットです。ビスコットビスコ動物です。あ、そうですか、はい、じゃあチョコレート的なものは出てこないってことですよね。今の話だったら出てくるかもしれない。出てこないか。いろんなお菓子が出てくると思います。いろんなお菓子が出てくる、はい、お菓子の中で泳いだりするの。泳ぎます。無茶ぶりには乗ってきてくれるみたいで。あ、そう、はい、とにかくそのミュージックビデオに、いろんなお菓子が出てくるっていうことは間違いないってこと、はい、さあ、どれがどんな形で出てくるか皆さんお楽しみに。楽しみです。今日も打ち合わせがありました。カメラマンのしおりさんと。あ、どういうことですか。そのどんな打ち合わせをしたんですか今日は。そのミュージックビデオのどういう、おん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 、していくかっていう。あ、なるほどなるほど。頭の中でちょっと考えて、それを絵で描いたりして、
その絵見れないの？見れない。せやな、お楽しみですか？はい、お楽しみです。ほんなら、まこちゃんが一生懸命そのミュージックビデオこんなんした、あんなんしたいっていう絵コンテは作ったの、自分で。まだ、これからで、さっき文章を書きました。あ、なるほど、こういうのしたいよって、はい、次、絵描いて、はい、こんな絵撮りたいっていうのを、はい、自らプロデュース。あ、なるほどね。今からみんなで一緒に考えるのね。はい。でも、大体、まこはこうしたいっていうのはちょっとあります。あ、そういうことね。はい、じゃあ、それを今から、まこちゃんが伝えていって、こんなん作りたいとかっていうのはメッセージいただいてもいいんですか？例えば、例えばね、まこちゃんのファン、まこちゃんのファンの人が、どういうことですかって。わかりやすく始めとんねや。例えばね、今までこうブラッシュ TV アットマークでいろんな方が見てくれてます。今日もなんと37人の方が見ていただいてくれてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ね、はい、そんな方たちが例えば、はい、まこちゃんのミュージックビデオどうなんのってもう気になってると思うんですよ、はい、なのでこんなお菓子美味しかったよとかね、はい、例えばこんな絵が見てみたいなとかっていうのがあれば、はい、それを採用するかどうかわからないけど、一応ファンの方からメッセージいただいてもいいですか？あ、はい、ぜひお願いします。もしそれがめちゃくちゃいいアイデアやったら採用するかも知れない。知れない？はい、知れない。おー、いいですね。じゃあどしどし皆さん、メッセージお待ちしておりますので、はい、お待ちしてます。よろしくお願いします。はい、さあということで、はい、幕開けは無事ね、はい、成功してミュージックビデオが作れるんですけれども、はいはい、皆さん、いつぐらいや、そうや、公開日はいつぐらいでしたっけ？公開日はいつぐらいですか？まだ決まってないのね。未定です。でも近日やんね、収録が。収録、あ、そうか、自分が納得するまで絵コンテ書いていかなかもんね、はい、ほんでちゃんと一個ずつこう煮詰めていって納得した時にドン、はい、そうですよね。まあ、そのまま流れるってことはないので皆さんご安心ください。必ずミュージックビデオは来ますので、はい、はい、さあ、そういうことでお楽しみくださいということで、ウェルカムマンでした。これ何か始まりました？今で約10分弱ぐらいでございますね。はい、はい、尺 OK ということで、OK です。ウェルカムマンでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ウェルカムマンさんでした。ということで、次、そう、マコお菓子が好きということで、ガマの餌をしたいと思います。さっきも言いましたが、ガマの餌は YouTube に毎週アップされています。今回は、ブラシデビューバージョンでお届けします。はい、そう、このガマの餌はこの動画を見て、動画とか今からやるやつを見て、なんかこういうお菓子があったんやって思っていただけたり、あとはなんか実際に食べて美味しいと思って共感していただけたら嬉しいです。はい、では今日も紹介したいと思います。絵を描いてきました。それではいきます。せーの、ガマの餌。イエーイ。はい、あ、カエルいきますよ。はい、今日紹介させていただくお菓子はきっと皆さんも一度食べたことあるんじゃないかなって思います。懐かしいと思う方もいると思います。今日はこちら、じゃん、フルタ製菓のセコイアチョコレートです。こんな絵です。マコが描きました。で、ここの、ここにカエルがいるんですけど、ガマちゃんがチョコレート食べてます。ほら、で、パッケージ実際はこちらです。今日は2つ持ってきました。セコイアチョコレートのミルクとイチゴです。見えるかな、こんな感じ。はい、このチョコレートは、ウェハースでチョコレートが挟まれて、それをもっとチョコレートでコーティングされているお菓子です、はい、種類もたくさんあって、このミルクはなんか北海道ミルクを使用されてて、いちごは酸味もあって、チョコととっても合ってます。ということで、
実際に食べてみたいと思います。今日はマコはいちご好きなんでいちごの方食べます。切れるかな、これ絵描いてる時ずっと絵描きながら、じゃあ絵見ながらお菓子描くじゃないですか。じゃあその間にだんだん溶けていって一回グニグニになったんですよけど冷蔵庫にすぐ入れて復活させました。だから大丈夫なはずめくりますよ、多分大丈夫なんで。ちょっと溶けてるかな、ほらーじゃん、見てください、大丈夫、裏はこんな感じちょっとなへこんでるけど気にしないでください匂いはいちご、いちごとチョコの感じです。ではいただきます。おいしいです。お、なんか急にマイク入った、ウエハースがサクサクしてて、なんかチョコレートとウエハースの量、分量がちょうどいいぐらいです。はい、この1本で結構満足感もあって、カロリーちょっと高めで135カロリーやったっけな、それぐらいあるので、はい、でもめっちゃ美味しいので、これほんまにいろんな種類があって調べたんですけど、抹茶味とかあとマンゴーバニラとかもあって、はい、ぜひそちらもまた食べてみたいなと思います。これ本当に美味しいです。細長くて食べやすいので、ぜひ皆さんも食べてみてください。ということで以上我慢の餌でした。イエーイ。はい、よし、ここからはちょっとコメントを読んでいきたいと思います。コメントどうやって読めるんやろ。あ、来たよ、やって2000円、あ、違うやつや来たよって来て、一人来てくださった、ありがとうございます、うん、皆さんコメントしてくださいね、マコめっちゃ寂しいですよはい、じゃあ食べ物の話ばっかりになるんですけど、最近マコがハマっている食べ物の組み合わせをちょっと紹介したいと思います。マコはメープル好きなんですよ。でメープルって普通パンケーキとかヨーグルトとかさつまいもにかけたりするじゃないですか。けどマコは蒸したかぼちゃ、そしてトマトでアボカドで卵で最後が納豆です。これはおすすめ、ぜひ皆さんやってみてください。かぼちゃはもう本当になんかスイーツとかデザートって感じになります。そしてトマトは甘くてなんかちょっとフルーツっぽい感じになります。アボカドもフルーツっぽい感じで、卵はスクランブルエッグもいいし目玉焼きもいいし、あとゆで卵もいいです。特に黄身にかけるのがいいです。黄身の部分にメープルかけてください。納豆にメープルもこれちょっとびっくりするかもしれないけど意外に合うんですよ。なんか苦さがちょっと薄まるんですよそうで、あともう一個、そのメープルマコの中ではメープルが合うものはあんこも合うんですよで、そう、特に合うのがかぼちゃと卵と納豆、この3つはもうあんこもメープルも両方いきます。この納豆は豆だ、小豆じゃないわ、豆小豆も豆じゃないですか、だから多分合うんかなみたいなめっちゃ美味しい、本当にやってみてくださいね。納豆は小豆だけじゃなくて卵の底に生卵を入れても美味しいです美味しいですはい、まだ時間ある、これ何分までやろう、あと8分か。よし、じゃあ告知をしたいと思います。7月のライブ情報で7月の19日に今日は外苑で帰ってきましたはい、7月19日に日本橋アップスでライブがあり
います。こちらあのドリンク代だけで500円で見に来ていただけるのでぜひお願いします。4月26日は、ゲストとして出演させていただきます。そしてあの8月2日旗の祭りに出演させていただきます。お祭りですよ。で8月29日それも日本橋アポスなんですが、これはあのバライブっていう音楽バラエティ番組で、特別企画でお祭りがあります。パーティーです。たこ焼きとかき氷食べ放題です。イエーイかき氷あの MC の水木あおちゃんとハラペコミノムシさんが作ってくれるんで、で僕もお手伝いさせていただくのでぜひ来てください。8月31日は寝川祭りお祭りばっかです。イエーイカバー曲です。はい、ということで来月もぜひ絶対に絶対に見